はい、こんにちは、堀川亮です。どうも、今日はですね、この私が出演した作品の解説ということで、まあね、いくつかあるんですけれど、堀川さん、はい、なんでしょう。もちろん紹介いただくのも嬉しいんですけれども、このチャンネル、海外のファンの方もご覧になっているようで、お英語で解説いただけないでしょうか。うそ、英語で説明するの？そうです。自分が出た作品を。はい。まあ大体出た作品は限られてるから、まあ大体想像がつくけど、わかった。やってみようか。じゃあ、はい。もう一つお願いがありまして、1分以内に1分以内。はい。解説をしていただけたらなと。分かったよ。やってやろうじゃないか。両チャンネル。1分以内。1分以内だもんね。ドラゴンボールね。Okay, talking about Dragon Ball. It is already a world-famous work known as Dragon Ball. Of course, no need to explain it, right? Collecting 7 Dragon Balls to make only one wish come true. Dreams, hopes, and family love seen through the battles. A work that will definitely impress you. That's the Dragon Ball. Oh, that's the perfect explanation, isn't it, right? おいおいおい、結構あれだよ。なんか緊張してるよ。はい、ドラゴンボール、これもすでにね、世界的に有名な作品でございます。もちろんもう説明する必要ないぐらいに皆さんご存知だと思います。すなわち7つのドラゴンボールを集めて、たった一つの願いを叶えようじゃないかということです。まあ夢あり、希望あり、そして家族愛あり、戦いを通してのね、これがやっぱり一番の見どころではないでしょうか。皆さんを感動させずにはおかない、そういった作品だと思います。それがドラゴンボールです。おお、あ、名探偵コナン。推理ね、ディテクティブストーリーですね。どうしましょう。もうなんかプロットが難しそうだな。行ってみよう。Let's get started. This is also world famous work, 名探偵コナン known as Case Closed in English. Detective work that aims to solve a case by making full use of reasoning power. You know what? One of the highlights is the detective battle between Shinichi Kudo, a famous detective in the East, and Heiji Hattori, a famous detective in the West. And one of the few people who knows that Shinichi Kudo is Conan. And that's Heiji Hattori, whom I played in this Case Closed. That's me, Heiji Hattori. Just remember it. はい、これももちろんもう世界的な作品といいますか、世界的に有名な作品で、まあ名探偵コナン、日本語なんですけど、まあ向こうではCase Closed、解決した、一件落着した。っていうタイトルなんですけれど、まあ何て言うんですかね、推理力を駆使して、事件を解決に、導こうじゃないかという、そういう推理作品、探偵作品ですね、その中でもハイライトの一つと言われているのは、何といっても東の名探偵と言われている工藤新一と、西の名探偵と言われている服部平次の推理合戦。どうしても自分がやってる役がなんで、そういう感じの説明になりました。いわゆるこの工藤新一がコナン君であるということを知っている数少ない人間なんですね、この服部平次君というのは。私がやってる役はそういう役でございました。是非また見返していただければありがたいかなと思います。次は、お、出ました、セイントセイヤ。熱血ものですよね。まあドラゴンボールもそうだし、まあ、頑張ります。やってみましょう。This is one of the very memorable work for me. This is one of the very memorable work for me. Knights of the Zodiac, Saint Seiya in Japanese. I play the role of Shun Andromeda, a younger brother of Ikki the Phoenix. The story of 5 warriors gathering under Athena. 5 of them fight a deadly battle to protect Athena. Seiya the Pegasus, and Hyoga the Kignas, and Shiryu the Dragons, Ikki the Phoenix, and Shun Andromeda. And I play the role of Shun Andromeda in this Knights of Zodiac, Saint Seiya. はい、これはですね、私にとって非常に思い出深い作品ですね。セイントセイヤ、Knights of the Zodiac、要するに聖闘士の騎士ということなんですけど、日本語ではセイントセイヤというタイトルですね。私がやっている役はアンドロメダ・シュンという役でして、フェニックス一騎、お兄さん、その弟ですね。はい、実の兄弟なんですが、このアテナのもとに集ったこの5人の戦士たち、セイントたちが、アテナを守るためにですね、決死の覚悟で戦いを繰り広げていくというストーリーでございます。5人いまして、ペガサス・セイヤ、キグナス・ヒョウガ、ドラゴン・シリュウ、フェニックス・一騎、そして私がやっておりますアンドロメダ・シュンと、この5人のセイントたちが活躍する作品です。いや、堀川さん、はい、ありがとうございます。どうもどうも。謙遜されてましたけど。いや、すごいですね。いやいや、どうだろうね。どうしても雑になっちゃうな。もうちょっと考える時間があるとあれなんだけれど、分かりやすくというか、こっちもその方が楽なので、どうなんだろうな。今日は皆さんにね、私の出演した作品をちょっと解説させていただいたんですけど、英語どうなのかな、分かっていただけましたでしょうか。こういうことをやることによってまたグローバルな形で、私たちが出ている作品に、触れてもらったら非常にありがたいなと思います。日本語でも英語でも触れ合えたら、それが一番いいんじゃないかなっていうような気がするんですけどね。はい、そんな感じです。なんだと最後に英語で挨拶してって、そうですか、わかりました。はい、ありがとうございました。また楽しみにしててね。Thank you very much for watching this program. See you again. いいか貴様ら、高評価、チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子、飽きまへんって、そんな頼み方してたら。